どうも、ファッションアテンダント銀座で終わって、今からユーザーさんとアテンダントさん、ユーザーインタビューさせてもらいます。ファッションアテンダントの代表の横地が今日は黒子役でカメラマンとアドバイザーで参画しました。まずじゃあちょっとアテンダントさん、ちょっと自己紹介してください。ファッションアテンダントの、ゆきです。よろしくお願いします。初めてです。初めてです。今日デビューです。デビューです。お茶に専門です。お名前を、下の名前で。ゆきこです。ゆきさん。ゆきさん、今回はどうやって見つけて、どうやって何で使おうと思ってくれたんですかね。お買い物動向で、ネットで探して。Google で検索して。そうです。はい。すぐ見つかりました。いや、すぐじゃないです。結構探しました。はい。そのいろいろ探す中で、なぜにそのファッションアテンダントを。アテンダントさんがたくさんいらっしゃったので、なんか自分が選択できる幅が広がるかなと思って。ああ、なんかうちはある意味、なんかプロっぽくないというか、プロもいるんだけど、親しみやすさを売りにしてるというか、楽しさを売りにしてるんですけど、そういうのってどうサイトとかアテンダントさん見ながらどう感じました？他のサイトは割とこう、なんていうんですかね、骨格診断とかカラーの診断とかから入ったりとかって書いてあったので、そういうのよりは一緒にお買い物して楽しめた方がいいなと思って、はい、申し込みました。おで、じゃ実際使ってみてどうでした？ぶっちゃけもう他にもいろいろ聞きたいこといっぱいあるんですけど、まず率直な。すごい、本当になんかお友達みたいな感じで、すごい楽しかったです。逆にゆきさん、登録したばっかで初めてやってみたんですけど、緊張とかどう？緊張は全くしていない。さすがですね。でも、ゆきさんすごい話しやすい方だったので、楽しかったです。はい。実際今日お茶して合流したんですけども、その前に LINE でチャットで事務局とゆきさんとゆきこさんって3人でかなりいろいろやり取りしてました。もう見ましたよね。そうですね、はい、それはどうでした？ LINE をあえて使ってフランクでやるっていうのは、絵文字とかスタンプとかもいっぱい使いながらお話できたし、事前にこういう服最近買いましたみたいなのを LINE しといて、大体こう傾向を分かっていただいてたのがすごい良かったです。逆にだからそこら辺でなんかハードルが下がったというか、下がりました。やりやすかったっていうか、はい、緊張しないで済みますもんね、アウトもね。全然緊張した。まあそうそう、LINE、友達の LINE してる延長で会ってみたいな感じでいけますもんね。だから事前に、あ、この服進めてみようとかっていうのは、なんとなくイメージができたので、こっち側としてやりやすかったです。逆にそのプロフィール見たと思うんですけど、その印象と LINE の印象とまた会った印象ってまたちょっと違うじゃないですか。違いました。全然違いました。全然違いました。そうですね。そこはどう違う？どう？あ、すごいより親しみやすい。実際会った方がすごく話しやすいかなと、はい、はい、ありがたいです。でそうだ、実は僕がだからプッシュしといたんですよ。すいません。はい、やっぱそのね、アテンダさんも実際会ってないとプロフィールで書いちゃうと、ね、なんかファッションのすごいおしゃれなとか、なんかそういうブルックスの店員さんでとか、京都造形大学ファッションデザインコース出身でとか、なんかそうなっちゃうとちょっとなんか距離感が私とあるんじゃないみたいな話で、でもなんかやっぱり運営側がやっぱり全員面談してるんで人となりわかるんで、なんか求めてるものを聞くとやっぱフィルタリングしてこの人おすすめですよっていうのが、まあ、外れてなかった、はいはい、お、そこはよかった。頑張りました。頑張りました。勝ち取り役は任せてください。 お困りの時はまず事務局に相談してくれて。でもそうですよね、今人がいっぱいすぎて選べないっていう、なかなかね。だからでもそれが逆に面白さでもあるんですよね、今回ですけど。だ僕と二人だったらまた違うし、アパレルのおっさんもいますし、おっさんって失礼ですけどおじさまだったりとか、いろんな人がいるから楽しみ方も違うし。で、具体的に今日のお店のチョイスとかどうでした？ザラは入ったことはあったんですけど、はい、なかなかその中
方でこう自分に合うものを見つけられないので、はい、で正直ザラで洋服買ったの初めてだったんですよ。入ったことはあったけど、はいはいはい、なので可能性もあるんですけど、でも買ったことはなくてただ見てるだけだったので、実際試着もいっぱいして嬉しかったです。なんか僕らの逆に印象は、あの普通に白のオールスターを履いて、ね、清潔感あるシンプルな、おしゃれさんね、マイナスな悲願のファッションができてるから、全然なんかアテンダントクラスなおしゃれさんみたいな感じだったんですけど、案外そうですね、ザラで選べない、ザラ物が多すぎて選べないっていう、まさしくファッションアテンダントを使ってくれるユーザーさんの声なんですよね。おしゃれなあるのは分かるんだけど探せないみたいな。そうです。逆に、ね、銀座のあの日本で一番大きい店舗のまあ僕もちょっと手助けしたんですけど、サクサクサクってバーみたいな感じで、もう通って物が入ってくるぐらいな感じで、ちょっと感動しませんでした、ね、いちいち悩む時間もなくみたいな、さーってピックしながら、それが間違ってるわけでもないですよね、テイストもね、はいはい、逆にどうでした？どうでしょう、やってみての感想は。そうですね。なんとなくその私がこれいいですよっていう形であったりデザインのものがしっくりきていたので良かったです。安心しました。え、でもなんかもともと接客も販売もやってて、なんかね、男の子とかに買い物付き合ってよでやってたっぽいですよね、なんかね。でも男の子はないですよ。逆に女の子の友達のみたいな。逆に一緒に買い物にも行くけど、はい、まあそこと責任の違いが全然違いますよね。そうですね、そうですね。ちゃんとサイト通してオーダー、私にオーダーくれて、なおかつそんなね、1000円、2000円の安い金額じゃなくてちゃんと払ってくれてみたいな、時間まで合わせてくれて、なおかつ今回はね、熊本からわざわざ東京来たって使ってくれたっていうね、それはちょっとね、気張りますよね。うん、だからまあまあ、ね、アテンダントさんとしても結果にコミットしたいですよねっていう話ですよね。はい。あとなんか全然そのうちらは時間を買うサービスなんで、まあぶっちゃけの話、何も買わなくてもいいっていうスタンスでもいるんですよ。でそこのその接客じゃない、押し売り感全くないみたいな、よかったら買えばいいんじゃないですかっていうスタンスでやってるんですけど、そこどうでした？もっと押してほしいとか、もっととか、逆になんかもうこういうガチガチなのを求めてる人は、私は割と買う気満々で来たんで、なので似合いますねって言われたら、じゃあ買おうかなってなりました。もっとなんか本当にあの押し売り感みたいなのなかったので、はい、もっとこう押されたらもっと買ってったのかもしれないんですけど、でも逆にそのこちらのなんていうんですかね、好みもちゃんと考えていただいていいと思いますよっていう感じだったので、うん、そうですね、はい、買いやすかったです。そこがあの、まあ、事前のヒアリングでね、明日絶対スーツが必要で結婚式でうんぬんねってなると、まあ、そこがコミットなんで、で問題解決のコンサルみたいな。今回は別にそのなんかまさしく体験を買ってくれてみたいな、東京来てみたいな、あのファッションの悩みを解決するっていうので、なんかそのコミットがまたね、絶対揃えなきゃいけないっていうよりか、なんかやっぱせっかくだから、まあ、あの悩みを解決して満足してもらいたいっていうので、あんましその押し売りはしたくないなっていう感じはありましたよね、やっぱね。まあ、逆になんか新しい世界だったりとか、うちを使ってくれてなんかもっとファッションを楽しんで楽しみ方が増えたりとか、ちょっと自分のレパートリーが増えたりとか、新しい発見があってっていうのを、まあ僕もね、ここは全然ミーティングもしてないんですけど、そんなニュアンスだったんですけどね、まあ、僕が付き添って。ゆきさんはどんな感じを考えてました？やる前は、やる前は、はい、まあ、でも楽しんでもらいたいなっていうのが一番だったので、はい、洋服が好きなので、はい、洋服でこんな買い物ってめちゃめちゃ楽しい
から、まあ、それをね知ってもらいたいみたいな、そう、それをなんか、まあ、迷いながら一緒に選ぶっていうのでありがたいし、私も楽しかったので、いろいろなんか着せ替え人形いろいろ着てもらっちゃいましたけど、着たことないものも着てもらったり、面白かったです。面白かったですか。はい、楽しかったです。私が。はいはいはい。じゃあ言っとかないと。私。楽しかったです。楽しかった。楽しかっただけじゃなくて、そこで終わっちゃうんだよね。私にオーダー任せてください。男性も女性もアピールしてないと。任せてください。いや実は私ブルックスの店員でスーツとかも得意なんですよとか言わないと分かんないよ。なんかもう急に緊張しようからやめてください。ちなみに代表の僕はプロなんで、あの奥様でもあの IT 男子でも、あの下は22歳の23歳の女の子でも全然ファストファッション使ってできますよ。僕でもいいんですあでも僕はプロデューサーなんで、あのなるべく僕は選ばないです俺来ちゃってもね、俺はプロデューサーなんでね。でも東京に来た、ね、40代50代の奥様とか新しい発見を僕もしてあげたいんで、そっちはちょっとお待ちしてます、本気でそっちをしないと、ね、いやそういう世界見て、ね、なんか全然違うじゃないですか、はい、ファッションの人が見るこのギャップだったりサラだったりとか街もそうです、言い方がやっぱ全然違うんで、まあでも時間効率良かったですよね。そうですね、はい、はい、自分でだったら本当に、ね、1個2個変えたかどうかみたいな、うん、でやっぱり、ね、多分どこ行っても今回そうだったんですけど、もうどこも激混みだからね、店員さんなんて相手もしてくれないしみたいな確かに、うん、フィッティングすごかったですね、はい、フィッティングループすごかったですね、はいはい、戦争ですね、戦争ですねでもなんかそういう段取りとかもするとアドバイザーって安心しますよね。そうですね、はい、一人で困っててもみたいなよりか、やっぱりあこすればいい、ああすればいいっていうね、2の手3の手とかあったりとかいろいろ提案できますもんね。やっぱ一人ってちょっと心細いとこありますもんね。あります。特にその今回体型の悩みで、あの申し込んでるので、その店員さんには言えないじゃないですか入らないかもしれませんとか、そういうのがこうなんかワイワイガヤガヤみたいな感じで楽しかったです。ちょっとこれあれっすね首がきついですとか言いやすかったね。しかもね、ゆこさんが会計した時に 僕ら2人でちょっと小言で、いや、まあ、あの G マル P の店員さんよりゆきこさんの方がおしゃれじゃねっていう話をぶっちゃけしてましたね普通に学生アルバイトだよねみたいな説得力ないのに学生アルバイトさん、まあまあ頑張って一生懸命ギャップで働いてますけどみたいなそれありますよねどうぞ。あでもファッションアテンダントは一応厳選されてますから、やりたいで、正直この動画を見て私もやりたいんだけどっていうミスキャンのミスキャンバスとかドコモとか来ても僕は追っ払いますからね。いやいや全然可愛いだけじゃん、美人だけじゃん。